初期のマグロ釣り漁船、第2昭和丸昭和初期のマグロ釣り漁船第2昭和丸の図面オーストラリア海軍所属ワイアットアープ1919年浸水の元ノルウェー木造貨物船で搬送は非常用規範船とは推進用の動力として熱機関を併用した小船である日本語で競技に規範船という場合は外洋航路への無搬送の蒸気船の普及後に 沿岸航路の海運に用い続けられた内燃機関搭載の木造船を指す。補助搬送を有するものが多いが、第二次世界大戦後は小型高専の大義語として搬送設備を持たなくとも在来型木造船なら、基範船と呼ぶこともあった。本校では主にこの日本での規範船に相当する船について解説する。漢字表記は、基範船とも書き、 その場合は、蒸気機関を動力として搭載しているものを指す。蒸気船の開発後も、信頼性や燃料節約のために、初期の蒸気船の多くは搬送を残していた。しかし、次第に蒸気機関の力だけで航行する船が多くなっていった。他方で、沿岸航路の貨物船や漁船などの小型船では、引き続き搬送が残されて、規範船も利用された。 搭載機関は、初期のものは蒸気機関、後には焼き玉機関が多く、ディーゼルエンジンも使用された。搬送形式はスクーナー型やラガー型などが見られた。現代の小舟の多くは、無風時の推進と、船内機器の電源として、ディーゼルエンジンなどを搭載しているが、規範船と呼ぶことはなく、小舟やモーターヨットと呼ばれる。保存中のスクーナー型規範船、ワッパマ。 建造時は選手にもマストがあった。アメリカ合衆国の太平洋岸では19世紀から20世紀にかけて225隻のスクーナー型蒸気機関船が木材運搬などの沿岸海運に使用された。現在は運航されているものはなく最後の一隻であるワパマがカリフォルニア州リッチモンドでサンフランシスコ海洋国立歴史公園管理課の保存船となっている。ワパマは 全長204.8フィート951総トンの木造船で825馬力の三段、膨張型蒸気機関を備え、竣工時は日本マストであった。太平洋戦争末期に八の港でアメリカ機動部隊搭載機の空襲を受ける機板船。太平洋戦争中に使用されていた日本の木造船の残骸。1948年に インドネシアのレンベジまで撮影された写真。日本では20世紀初頭に、まずは、搬送漁船用の補助機関として、焼き玉機関が使用され始めた。その後に、江戸時代より続く弁済戦闘の純粋保船が、多かった、沿岸用貨物船の改良として補助的な、焼き玉機関の搭載が始まり、純然たる保船に代わって1920年代には、多用されるようになった。 初期は小船に補助機関を搭載したものであったのが、1930年頃からは逆に基礎主体に変わった。船体は木造のままで大きさは150相当に以下が多く、この頃に日本で競技に言う規範船の典型が完成し、用語としても定着した。瀬戸内海など各地の石炭や雑貨の輸送でかなり重要な地位を占めた。第二次世界大戦期には、 多数が日本軍に徴用されて、東南アジアなどの占領地での局地輸送に従事し、さらには鉄資源節約になることもあって、戦時標準船としてまで建造された。戦時標準船には70トン型、100トン型、150トン型、200トン型、250トン型、300トン型が建造された。航海速力が遅く5から6ノット程度しか出ず、搬送を持たない。 船の戦時表巡船と比べて、だった。戦後も沿岸航路で使用され、ディーゼルエンジン化や船体外反の鉄張り補強などの改良もあったが、1960年頃から次第に小型航線に地位を奪われていった。過剰潜伏の縮減を図る政府の意向もあって、老朽機半船の廃船と小型航船の代替建造によるスクラップビルドが進んだ。 1960年代前半には一般貨物仕様とタンカー仕様を合わせて約2万5000が使用されていたが1970年には8000以下に減少して合計総トン数でも小型航線の1、3に落ち込み1980年には2300隻で合計総トン数では内航貨物船舶の4.3%だけとなったこの間 運輸省の運輸白書の統計分類でも昭和41年度版までは規範船の語が使用されていたが昭和42年度版からは貴船に用語が変更されている2008年3月末の時点で貴船は中国運輸局管内にはタグボートを含めて302隻四国運輸局管内には14隻が確認されているなお 国土交通省による輸送実績の標本調査では2005年度の79トンを最後に木船による輸送は記録されていない。日本の基本船海運の経営の特色として小船時代の名残から一杯選手、一石選手と呼ばれる持ち船一石で実質個人所有の零細業者がほとんどで船問屋が介在して積み荷の管理などを行っていたことが挙げられる。 日中戦争頃に戦時体制下で規範線組合の設立が進み、船舶運営会による運航統制や大手海運会社による規範線海運会社の設立もあった。戦後は合理化施策として内航海運業法に基づく許認可の際に行政指導が行われて内航海運組合も関わった零細企業の整理が行われた。 それでも大勢に変わりはなく、小型航船への更新後にも受け継がれ、内航海運には、現在も保有船一隻のみの事業者が多い。モーターヨットモーターヨット内燃機関が発達した、現代では実用船としての基範船は、廃れてしまったが、原油高騰の煽りを受けた2007年以降、コンピュータで制御するタコを装備したタンカーが、運行されるようになった。概念としては、 第一次オイルショックの際に検討されていたが、方操作するには熟練した船員が多数必要であり、これが人件費を抑えようとする選手との思惑と一致しないという問題点が存在した。現在は、風向風速計から得られたデータをコンピュータで解析、法電動モーターで正確に制御することにより、船員を最小限とすることで人件費を抑えながら、 最大で燃費を15から30%程度改善する効果があるとされる。新愛徳丸計画のほか、大学と海運会社により、公翼法を使った省エネルギーブネの研究が進められている。このように、内燃機関を主導力とし、補助として風力を使う規範線は、ハイブリッド線とも呼ばれている。2015年に建造された。 ブラックパールにはマストを回転させることで効率を向上させるダイナリグが搭載されている。海軍や沿岸警備隊、船員の要請者などではあえて小舟を使用することもあるが、出入港や無風時の推進力、船内設備の電源、機関員の教育が必要となるためディーゼルエンジンを搭載しており、日本岸のように小舟と紹介されているが実際には規範船であることが多い。 富裕層向けとして販売されている中小型の小舟も同様である。ありがとうございます。